フライトの加工で工具方向を定義することは平面と直線エッジが多くあったため簡単でしたしかしいつもそうとは限りません今回の左右の足の長さが違う選手のために作られたオッケースケートアダプターの場合にはできませんアダプターのほとんどは局面であり単純で分かりやすい平面や直線エッジではなく選択が難しい複雑なエッジを使用しています まず余計なものは一旦隠してしまって、トップフロントトラックに焦点を当ててみましょうキャム作業スペースではすでにフランジの片面を荒取りし、水平面を最後まで仕上げました今度は残りのフィレットと角度のついた2つの面を仕上げたいと思います角度のついた面とフィレットは操作線でうまく加工できそうなので、1⅛ のボールエンドミルを選択してツールパスを作成します 図形タブではまず加工境界を設定することから始めましょうフランジとの衝突を避けるために工具方向の設定が必要に見えますしかしこの工程の Z 軸を定義できる適切なジオメトリがありません反対側の斜面を使ってみることができますがこの工程には適切でなく工具にとっても適切な角度になりませんこの Z を設定するために製品形状のジオメトリを使用する代わりに ジオメトリを作成して使用してみましょう。モデル作業スペースに戻ります。トップフロントトラックをアクティブにします。そうすることで作成するジオメトリがすべてそのコンポーネント内に保存されます。構築メニューには面、軸、点を作成するコマンドがあり、各コマンド名は作成手順によって名付けられています。ここで2つのエッジを通過する平面を使用してみます。 レッッののエッジの両方を選択してみますするとフュージョン360から線は交差しなければならないまたは平行でならなければなりませんというエラーメッセージが現れますつまり直線エッジであっても作業平面を作成することができないのです代わりに3点を通過する平面を使うと今度はジオメトリから3点を選択できましたこうすることで希望通りの方向に傾いた面が作成できます この方法を使えば基本的には問題ないのですが念のためもう一つの方法もご紹介します傾斜平面です直線ッジを選択しスライダーを使用して面の角度を目測してみましょうもし設定したい特定の角度がある場合は直接入力することも可能です平面は選択された位置に沿うので注意してくださいこの時点で平面の傾き方を直したい場合は レッジを選択し直し、形状が平面に対してまっすぐになるようにします。キャム作業スペースに戻り、説明しきれていない部分に触れていきます。今回も操作線を使用します。Z 軸を設定するのに、工具方向を有効にして作成した平面を選択します。少しズームアウトすると、 Z が逆方向を向いた状態になります。作業平面やエッジを使用する場合、Fusion360 は製品形状がどこにあるのか判断できません。矢印やダイアログ内のチェックボックスを使用すると、Z 軸を正しい方向に反転させることができます。ポストプロセッサで調整されるため、X や Y の方向を設定する必要はありません。ポストプロセッサが Z がどの位置にあるべきかを判断し、 それに適した x と y の方向も設定します。しかしツールパスの中にパス方向のように x 軸方向を基準としたパラメーターがあります。操作線では現在の x 軸方向を基準としていつも通りパスタブのパス方向でツールパスの角度を調整できます。しかしどの角度が最適か正確にわからなければ 工具方向の設定で X 軸を動かしたい方向に再設定してツールパスを作成することもできます。この操作線を複製するともう一つの平面を Z 軸として選択した場合のツールパスと比較することができます。X 軸は同じ方向を選択しツールパスの方向を揃えます。画面下から高速オービットを使用しツールパスと工具が垂直になるように回転させるとツールパスの比較がしやすくなります。 二つ目の操作線の方がよりきれいに加工できているように見えます。作成したジオメトリ及び割り出し五軸ツールパスのもう一つの用途は、仕上げツールパスを実行する際、ボールエンドミルの中心が製品に当たらないように傾斜を利用することです。工具の中心は理論上半径がゼロであるため、中心付近の表面速度もゼロに近くなり、結果として工具寿命が短く、表面仕上げの質にも期待できません。 この原則は、トップフロントトラックの上面の仕上げにも用いることができます。最適な角度は素材や設定により異なりますが、20度とすると大抵は良い仕上がりになります。20度の傾斜平面を使用すると、工具が傾いて、側面側で接しながらこの面を仕上げる操作線を作成することができます。工具の向きは、ラグ角を避けてリード角でツールパスを作成してあげると良いでしょう。 結果として作成されるツールパスは接点から半径方向に離れたところにずれます作成した平面は多軸ツールパスの設定に役立つだけでなくその平面上に作成したスケッチジオメトリを利用してツールパスの調整ができます例えば操作線で加工範囲を定義する長方形を作成しますそして操作線を作成するのと同時に スケッチジオメトリを加工境界線として選択することができます。この操作は、形状のジオメトリを選択することが難しい場合や、選択したジオメトリが工具方向を変更した座標系に対して、望んだツールパスを作成できない場合に役立ちます。つまり、Z 軸を正確に設定し、パスの方向が適切であるか確認さえすれば、ポストプロセッサーが、 x と y の方向を計算してくれるということです。